マサチューセッツ州の軍配置図マサチューセッツ州の軍一覧はアメリカ合衆国マサチューセッツ州内の軍の一覧である。マサチューセッツ州内には14の軍がある。マサチューセッツ州は14軍のうち8軍の軍政府を廃止し、5軍は軍レベルの地方政府を残し、1軍は軍と市を統合した政府としている。 軍政府が廃止されたところでも司法区と警察区は以前の軍領域を守っており政治的にはなくても地理的な主体として一般に認識されている。ハンプシャー軍、バーンスタブル軍、フランクリン軍の3軍は新たに地域名約を結び地域統治の形態として機能している。地区検事のための司法地域は州法で制定されいくつかは 昔の軍域を守っているが、名称や担当地域が異なる場合が多い。エセックス軍の刑事事件は、東部地区の地区検事が取り扱う。ミドルセックス軍の場合は、北部地区の地区検事が取り扱う。ウースター軍の場合は、中部地区の地区検事が取り扱う。デュークス、バーンスタブル、ナンタケット各軍の場合は、ケープアイランド地区の地区検事が取り扱う。 フランクリン、ハンプシャー各軍の場合は、北西部地区の地区検事が取り扱う。バークシャー軍、ブリストル軍、ハンプデン軍、ノーフォーク軍、プリマス軍、サフォーク軍各軍の場合はその領域と地区名が同じである。現行軍以外に過去に8軍が存在したが、マサチューセッツ湾植民地の当初領域から、ニューハンプシャー植民地とメイン州ができた時に、その多くが消滅した。 現州内にある最古の軍は、1643年に創設されたエセックス軍、ミドルセックス軍、サフォーク軍であり、また、ノーフォーク軍も設立されたがニューハンプシャーに吸収された。現在のノーフォーク軍とは関係がない。これらの軍が創設された時は、マサチューセッツ湾植民地に属しており、1691年までは、 フリマス植民地とその中の軍とは別の主体だった。1812年に創設されたハンプデン軍が現在も州内にある軍として最新のものである。ただしメイン州が1820年に分離するまではペノブスコット軍が最新だった。マサチューセッツ州の軍の大半はイギリスの地名から軍名が取られており植民地時代の文化的伝統を反映している。 軍庁や管理事務所がある町にシャイアタウンという言葉が法律用語として付けられている。一つの軍が複数のシャイアタウンを持つことがある。軍庁所在地という言葉はマサチューセッツ州政府との一般的な対話に使われる標準語である。次の一覧はアルファベット順である。また人口は2020年国勢調査による。 ありがとうございます。